レスをしているんですが、トレスする時の線の選びが、線をまあ僕がトレスじゃちょっとしますか、これ例えば同じ歌を歌うにしても、その歌の解釈によって上手い人と上手くない人がいるじゃないですか。名曲になるっていう人もいれば、なんかすごいつまんない曲になっちゃったっていう場合もあるじゃないですか。トレスも同じで、僕のやつはこう向かうみたいな、これ線の、これもトレスなんですよ。だ僕はこの手をこういう風に捉えたわけですよ。これだと1、2、3って3つ流れが分割、しかもこの関節のシワで分かれて4、5みたいな、こう勢いがちょっと止まっちゃってるのね。でこれ何かっていうとですね、はい、こういうことなんですよ。指、まあ僕のこの指もそうなんだけど、指を取るというか物の形を取るときに、これはあんまりかっこよくない形、これ、うんうん、こういう形、これはあんまりかっこよくない形、左右対称のやつね。それをどうしたらかっこよくなるかっていうと、左右非対称にしていくといいよってなんかで見たことあります？僕の本とかで。あります、あります。それはこの全てのパーツのこの 4箇所ともどこも似た形にならないとかっこよくなるわけですよ。それを手全体でもやる、そしてこの細かい1箇所でもやる、全体でもやって細かい1箇所でもやるんですよ。このレベルでやるんですよ。ここでもやるし、ここでもやるんですよ、はい、っていう組み合わせで、左右対称なものは勢いがなくて、左右非対称なものは勢いとか躍動感とか自然に見えるというかね、リアリティが出るというのをやや意識して、ちょっと強調してあげると、例えばここもよく見ると、ここにこう力がこもってこんな形に、これなくもないんですよ解釈として。線の組み方っていうのがとても難しくて、線の組み方っていうのは平行にしない平行になっちゃってるんだね、これね。平行にっぽい線にシワがなっちゃってるんだけど、僕のやつは間隔もまちまちだし、長さもまちまちにしたの。そうするとすごいなんかここだけでなんか立体がありそうな気がしません？そういうのの組み合わせで全てできてて、まあ一つ分かりやすく攻略法を教えると、何でもいいけど直線はあんまり引かない、何らかの形でねじるとまあまあ大体かっこよくなります。ちょっと少しねじってるの分かります？この線だけ見てもらった、はい、本当にちょっとだけちょっとだけ、そういうのをいろんなとこに入れていくんですよ。同じ絵から、まあ、もらったやつを僕はただトレスしてるだけなんですけど、線の組み方でだいぶ変わるということです。同じ場所に線を引いてるんだけど違うっていう、こういうところで、さっき言ったこれの組み合わせだろうし、全体としてもこういう方向性も大事だろうし、そして細かいところを見ても平行にしない、はい、こういうのの組み合わせで、はい、まあ、どっちにしてもやっぱこう平行にしていくと線って面白くないんですよ。これね、これが長さも違うし、角度も違うし、向きも違うみたいにしていくと、これだけで結構立体感が出る。